10月以降の正雨で佐久間ダムの貯水率が減少していることから天竜川の水を利用する四市一町ではきのうから取水制限に入りましたこれは天竜川水理調整協議会が今後の洪水予測などを検討した結果決めたものです県などによりますと10月以降の正雨の影響により佐久間ダムの貯水率が 5日現在で平年を大幅に下回る29.1%にまで減少しているということですこのため協議会では昨日午前9時から浄水道5%、工業用水10%、農業用水10%の取水制限に入りました対象地域は天竜川流域の4市1町です県や市と町では 蛇口はこまめに湿る。お風呂の残り湯を他の用途に使うなど家庭での節水を呼びかけています。